兄さん？どうかしたんですか？汗だくじゃないですか。何か探してるとか？わかりませんけど、ミコエちゃんが手伝いましょうか？はーい、わかりました。気をつけてくださいね。大丈夫ですか？具合悪いとか。それならいいんですけど。
違うけど。あれ？なんで？柳原大地。君って私の名前忘れたの？いるなんて。とにかく大丈夫？泣いてるみたいだったけど。私は今日からここの学園に編入することになってて、それで来たんだけど。うん。ってことは柳原もなんでしょ？じゃあ今日から同級生なんだ。よろしくね、柳原。お待たせ。びっくりした。まさか塔まで同じだなんて。ところで、クラス分けってどうなってるの？そっか、それなら知り合いがいて安心。今日からの編入でちょっと不安だったから。どうしたの？うん、助かる。
と一緒に投稿なさるなんて。あの手紙はそういうことだったんですのね。わあ、嬉しいです。手紙？何のこと？大きくなったリンちゃんと同じクラスになれるなんて夢のようで、嬉しい、嬉しいです。心配したんですのよ。待って、私。しないで。太一さんとはどのようなご関係なんですの？先ほど出会ったばかりには見えませんが。うん、まさか柳原とここで再会するなんて思わなかったけど。ああ、そうだったのですね。それはすごいですわ。申し遅れました。私、エミリア・カリモフと申します。ロシアからの留学生なんです。ロシアから？すごく日本語上手ですね。いえいえ、まだ読み書きは苦手でして。仲良くしてくださいね。皆さんにはエミーと呼ばれてますわ。そうなんだ。慣れるまでいろいろ迷惑かけるかもしれないけど、こちらこそよろしく。はい、よろしくお願いしますわ。お疲れ。帰ろうか。話したいこともあるし。編入してきたばかりだと、いろいろ覚えることもあって大変だね。柳原、今日はいろいろありがとね。授業のこととか教えてもらって助かったよ。エミリアさんがいろいろ話しかけてくれて、お昼も友達紹介してくれて一緒に食べたんだ。うん、エミーでいいって言われたけど、なんかまだ慣れなくて。そうなのかな。じゃあエミーって呼んでみる。柳原とエミーはとうも同じだし、なんとか楽しくやっていけそう。大したことでもないけど、お父さんの仕事の関係でまた引っ越すことになったから、それで引っ越し先から通える学園か寮制度のある学園を探してたの。その時に霧ヶ峰のことを知って、ここの学園というか島全体がちょっとしたテーマパークみたいじゃない。それで
せっかくなら新鮮な体験をできるこの場所で勉強してみたいなって思って、一人暮らし自体にも興味あったし、ダメ元で編入試験を受けたんだ。そしたら奇跡的に合格して。だけど知り合いがいるなんて思いもしなかった。柳原は？家電？懐かしい。そういえば前の学校で柳原が掃除好きだって聞いたことある。そうだったんだ。すごいよね、ここ。まさか私が住めるなんて思わなかったな。今も夢みたいで。あの時？ごめん、ずっと気にしてたよね。なんか変な別れになっちゃって。ごめんね、あの時は。え？いや、柳原が謝ることは。いや、傷ついたなんてことはないし。え、ちょっと待って。謝ることないよ、違うの。私、柳原のせいで転校したわけじゃないから。転校は前から決まってたことで、私あの日それを伝えたくて柳原と一緒に出かけたの。騒がれるのも嫌だったからあんまり周りにも話してなくて、でも柳原には話しておこうと思った。転校することになって会えるのは今日が最後だって。だけどその言えなくて。傷ついてなんて。私もごめん、びっくりして逃げちゃって。転校が決まってたし、まさか告白されるなんて思わなかったからびっくりして。ごめん、連絡取ろうと思えば友達経由で取れたのに、自分からなんて話したらいいかわからなくて。柳原、そんな風に思ってたんだね。うん、私もまた会えてよかった。あの時そのびっくりしたけど、傷ついたわけじゃないから嬉し、あ、いや、びっくりはしたけど付き合うとかは考えたことなくて。そのありがとうね。そういえばさ、あの柳原、付き合っている人とかいるの？いや、
もうずっと会ってなかったし、そういうこともあるんじゃないかと。別に気になるとかじゃない。ないから、ちょっと興味本位。返事だね。付き合っている人はいないけど、気になる人はいるってこと？ん？ごめんね、変なこと聞いちゃって。こちらこそよろしく。変なこと？いいよ。え？どういうこと？普通に本土で学園に通ったりしてたけど、編入試験の準備もあったし、私妹がいないし、よく似た親戚いないと思うよ。エミーも私が知り合いに似てるって言ってたよね。私に似た人が霧ヶ峰にいたの？寝たきりの私によく似た人を探してるの？まあいいや、いつか話したくなったら教えてね。よろしくお願いします。朝は挨拶できなくてごめんね。私が当庁の氷上ゆりなです。わからないことがあったら何でも聞いてね。はい、よろしくお願いします。映画研究部だよ。私は部長で3年の釧路姫香だ。よろしく。映画研究部なんですね。こちらこそよろしくお願いします。そうなの、私も一部員。はい。柳原すいと申します。よろしくお願いします。柳原の妹だよね。本土にいた時に妹がいるって聞いたことある。はい、兄さんともどもよろしくお願いします。本土？大地さんと美咲さんは本土の学園で同級生だったそうなんです。そうだったんだ。じゃあ偶然再会ってこと？はい、私もびっくりしました。そうだよね、
聞いてるこっちもびっくりする偶然だもん。これからは太一くんだけじゃなく、私ともよろしくしてね、イサキちゃん。はい、私の方こそお世話になります。イサキちゃん、入りたい部活とかあるの？何かやってたとか？まだ決めてないんです。今までも帰宅部だったので。英検部っていうのは映画を見たりするんですか？映画を撮るんだよ。撮る？すごいです。撮影してるんですか？はい、今は恋愛映画を撮ってるんです。主役はユリの先輩と太一さんなんですよ。え、柳原主役やってるの？誰でも入れるんですか？何か入部条件とか？ないない、誰でも大歓迎。もしよかったら美咲ちゃんもどう？仮入部からでもいいし。はい、よかったら私も入部させてもらえませんか？せっかく霧ヶ峰に来たし、部活にも興味あったんです。先輩たちも同じ塔ですし、映画を撮るってなんだか楽しそうだなって。あ、本当？もちろん大歓迎だよ。よろしく。部活でもご一緒できてすごく嬉しいですわ。よろしくお願いします。勉強でも島のことでも部活のことでも、わからないことがあったら何でも聞いてね。はい、ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いします。私もそう思いましたわ。本当にそっくりですよね。妹も凛ちゃんに初めて会った時驚きました。私、盗聴だから美咲ちゃんの写真はすでに見てたんだけど。うん、その時もなんだか似てるとは思ったんだ。実際会ってみると思った以上に似ててびっくりしたよ。太一くんの知り合いだったみたいだし。髪や目の色は違いますが声も似てますわよね。太一くんが凛ちゃんに似てる知り合いがいるって言ってたの、美咲ちゃんのことだったんだね。でもすごく素敵な方ですわ。優しくてすごく話しやすくて。それからイルカッパ。イルカッパって、あれ、凛ちゃんが買ってもらったって言ってたぬいぐるみ？はい、美咲さんもイルカッパが好きなんだそうです。通学カバンに小さなぬいぐるみがついていました。それからクラゲットも好きだって言ってましたわ。最近流行っているクラゲとゲタのキャラクターらしいんですね。ゲタ、最近はそんなのもあるんだな。ちょっと気になりますね。それでどうなんだ、リンボーと美咲に関係はあるのか？それがなさそうなんですの。よく似ていますが、リンちゃんのことが知らないみたいで。私が間違ってリンちゃんと呼んでしまった時もびっくりしてましたわ。なるほどな、あまり関係はないか。もしくは幽霊だった時の記憶を覚えてないってことなんだろうか。でも
リンちゃんから手紙来たよね。どこかで元気にやってるんじゃないのかな。そうですね、妹もそう思います。あの手紙が嘘だったとは思えないのです。確かにな、二人がよく似ているので気にはなるが、まあいい、新しい部員が増えたんだ、今はそれを喜ぼう。そうだよね、すごく嬉しい。よし、今日の会議は以上。あ、ちょっとだけ編集のスケジュールを立てておきたいんだが。そっか、もう撮影も終盤に入ってきたもんね。ユリノは盗聴の仕事があるんじゃないか。そうだね、私は美咲ちゃんの様子を見てくるよ。島内の説明もしたいし。わかった、あとはこっちでやっておくよ。人手が必要な時は呼んでくれ。了解、その時はよろしくね。それじゃあお疲れ様でした。よし、ユリノもいなくなったことだし、他のメンバーはみんな残ってくれ。さて、太一に確認しておきたいんだが。ああ、編集のスケジュールというのは嘘だ。ずっと気になっていたんだが、ユリノとはその後どうなんだ。ああ、私もずっと気になっていたんですの。告白するというお話だったのですが、その後付き合っているようには見えなくて。やはりそうか。そうだったんですのね。ではまた日を改めて告白ですか。うん、事情は分かった。いろいろあったからそういう気分になれないっていうのも分かる気がする。謝ることじゃないさ、ただ気になったから確認しておきたくてな。もしかしたら私に報告せずこっそり付き合っているのかもと。はい、わかりましたわ。兄さん、ファイトです。
美咲さん、こちらでカメラの説明をしますね。小型のカメラで撮影するんだ。ああ、基本はそうだな。もっと大きいのもあるが、使いづらいし。それに、値段も高額になるしな。私のような庶民には決して弁償できませんわ。エミ、庶民なの？庶民です！大地くん、美咲ちゃんの歓迎会いつがいいかな？はい、週末でしたらミコイちゃんも参加できますし。そうだね、ミコイちゃん塔が違うから平日はあんまり遅くなったら大変だもんね。そうなんです、ミコイちゃんも皆さんと同じ塔だったらよかったな。でもその日はスイの部屋にお泊まりもいいな。というか、その日は皆さんで同じ部屋に泊まるというのはどうですか？お？お泊まりってこと？はい、女の子みんなでパジャマパーティーするんです。とても楽しそうじゃないですか？パジャマパーティーか。うん、楽しそう。そうです、そうです。皆さんの湯上がり姿をゴッホーで見られるなんて。想像しただけで鼻血が。藤崎さん、何をなさってるんですか？歓迎会の提案をしてただけだよ。怪しいです。藤崎さん、こちらを手伝っていただけますか？はーい、ゆりの先輩、お兄さん、それではまた。パジャマパーティーだっていいなあ。でも女の子だけか。太一くんだけ参加できないね。それとも参加しちゃう？美咲ちゃん、すでに結構馴染んでると思うけどな。それに、なんか初めて会った感じしないんだよね。凛ちゃんに似てるからかな。親友で時々英検部のお手伝いをさせていただいてます。はじめまして、クスノハミサキです。よろしく。じーな、何？いえ、ミサキ先輩とってもお綺麗だなと思って。そんなことないと思うけど。よし、準備も終わったようだし撮影するか。はーい。美咲さんは今日は私と一緒に撮影しましょう。いろいろ教えますね。うん、よろしくね。お疲れ様。びっくりした。本当に演技してた。うん、
それと自意識過剰だったら申し訳ないんだけど、あの脚本さ、そうなんだ。ごめん、なんだかすごく初恋の傷を負ったみたいに。でもいい話だね。私好きだよ、これ。前に進み出していく感じすごくいい。話しづらかったみたいに。そうなのかな。そんなことないと思うけど。まあいいや、褒められてるのかな。私も昔よりはなんか話せるかも。うん、せっかく霧ヶ峰に来たんだし、部活に入りたいとは思ってたんだ。英検部なら柳原もエミーもいるし心強いかなって。楽しいよ。覚えることはたくさんあるけど、みんなすごく優しいし、続けていけそう。柳原はさ、なんか元気ない？そう、ならいいんだけど。太一、さっきのシーン一箇所だけ撮り直そうと思うんだが、大丈夫か？うん、頑張って。大丈夫かな？心配だよ、大地。美咲さん、カメラの使い方は大丈夫ですか？うん、大丈夫だよ。ありがとう。大地くん、次のシーンなんだけど、ここもうちょっと間を取ってみてもいい？少し沈黙って感じで。よろしくね、兄さん。頑張ってください。なんだ、大地妹、知っとか？そんなんじゃおりません。
ミコイちゃん、リン、行かなきゃ。あれ？美咲？美咲！え？よかった！よかった！よかった！お母さん。そうよ。すぐにお医者さんを呼んでくるからね。美咲、よかったね。すぐお医者さん来るからね。みんなは？みんな？学校のお友達のこと？そうじゃなくて、みんな。美咲、苦しいの？まだ無理しないで。お母さん。私ね、眠っている間、お兄ちゃんに助けてもらったの。お兄ちゃん？お家に住まわせてもらったの。それから、みんなにも助けてもらって。私、すごく楽しかったんだよ。そう、それはよかったね。眠っている間も寂しくなかった？うん、寂しくなかった。すごく楽しかった。だからね、みんなに会いたいの。突然私がいなくなって、きっとみんな心配してる。そっか、いつか会えるといいね。私も調べてみるからね。まずは、みんなに元気で会えるように。美咲ちゃんは元気にならないといけないよ。うん。私、頑張る。
柳原大地。大地。私のこと覚えてる？リンだよ。そうなんだけど。大地。違いかも。忘れて。やっぱりあれは夢だったのかな。そう、美咲の体のこともあって今まではずっと断っていたんだけど。分かった、大丈夫だよ。もう体も心配ないから。そう、ごめんね美咲。諦めなきゃ。
柳原、あの、何？いいよ。午後から降水確率 30% だって。一応傘持ってきた。今日どうして誘ってくれたの？特に予定なかったし。いや、別に感謝されることでもないから。そう。なんでそんなこと聞くの？別にそんな人いない。じゃないけど、嫌でもないけど、けど、thank you。
なんで、そんな…私…私、付き合えない。ごめん。ねえ、柳原ってどうしてる？ああ、柳原？仲は良かったもんね。までじゃないけど。でもごめん、柳原の進学先よくわからないの。わからない？どういうこと？なんかすごい勉強してて、すごいところに入ったんだって。それって名門校ってこと？ううん、なんだっけ、キリンなんとか島みたいな最新設備とか。キリン島の名前？今は寮に入ってるみたい。ごめんね、よく知らなくて。うん、変なこと聞いてごめんね。ありがとう。
撮影お疲れ様。うん、なんとかね。それは、私も少しは大人になったし。そんなことない。友達はいた。でも、ずっとべったりっていうのは好きじゃなくて、そしたらあんまり、なんていうか、今だってべったりってわけじゃないし、うん。でも、なんていうか。楽しい！楽しい！楽しい！それは本当！先輩と仲いいの？なんでそんな話し方なの？喧嘩したとか？
それじゃあ、美咲ちゃんの編入と入部を祝して乾杯！乾杯！ありがとうございます。歓迎会なんてしてもらったの初めてで、なんか新鮮です。美咲、ここでの生活には慣れたか？はい、だいぶ慣れてきました。美咲さん、すごく成績優秀なんですよ。なんでモフコが自慢げなんだ。しかし、優秀なのはいいことだ。いえ、そこまででは。よかったな、エミリア。先生が増えたじゃないか。はい、楽しいですわ。あんまり期待しないでね。部活の方はどう？わからないことはない？大丈夫です。カメラの使い方も覚えられましたし、部活もすごく楽しいです。映画撮影なんて初めてで、なんだかワクワクします。よかった。みんなで一つのものを作るっていいよね。はい。ではお食事運びますね。やった、スイちゃんのご飯だ。みさきちゃん、スイちゃんのご飯すごく美味しいんだよ。そうなんですね、すごく楽しみです。お口に合えばいいのですが。嫌いなものはありませんか？大丈夫。あ、どれも美味しそう。美味しそう。スイが愛を込めて作った手作り。よだれが出ちゃうほど美味しそうですね。サラダ取り分けちゃうね。ありがとう。あ、鶏皿ちょっと足りないから持ってきてくれる？ああ、今出すから運んでくれ。クスノハさん、よかったら食べてみてください。じゃあ少しいただこうかな。あ、おいしい。これドレッシングもすごく合ってる。ありがとうございます。ドレッシング手作りしてみたんです。手作り？すごい。すごいよね。私全然料理できないから憧れちゃう。すごいです。私もあんまり料理できないので。うん、おいしい。すごく薄いの味がする。妹の味はしないと思います。スイさんのご飯はどれも優しい味がしますね。そうですか、ありがとうございます。うんうん、素敵な妹を持った太一くんが羨ましい。いえ、兄さんの妹としてもっとふさわしくなれるよう妹は頑張らないとです。今日はローストビーフにしてみました。おお、豪華だな。はい、ショッピングモールで安売りしてたのでたくさん買ってみました。肉、肉だ。私のような庶民がこんな豪華なお肉をいただけるなんて。エミリア先輩、ミコイちゃんがあーんってしてあげましょうか。そうしたらもっとお嬢様気分が味わえますよ。あー、それはすごいですが、今日はミサキさんの歓迎会ですから、ミサキさんにしてあげてください。え、あ、私？そうですね。それでは、美咲先輩。私はいい、自分で食べるから。じゃあ、美咲ちゃんはミコイちゃんに食べさせてもらうと決まったところで、
ウサキにいただきます。私も自分で食べます。みさき先輩、遠慮しなくてもいいんですよ。遠慮じゃないから。はい、どうぞ。やめて、恥ずかしい。みさきちゃん、真っ赤になっちゃって可愛い。からかわないでください。して。わかりました。お兄さんが代わりに食べるということですね。はい、あーん。それだけは絶対にいけません。ゆりの、炭水化物取りすぎじゃないか。ご飯は別腹、美味しいからいいな。歓迎会すごく楽しかったですね。なんとか自分の塔に帰ってもらったので大丈夫です。藤崎さんと一緒にいて無事に朝を迎えられるとは思えません。あの時は一人部屋でしたし、部屋に鍵がかけられたのでなんとか。妹のことよりも、兄さんは大丈夫ですか？妹は凛ちゃんにまた会えると信じてます。それにしても楠葉さんが編入してくるなんて驚きましたね。そのどうなのですか？少し聞きづらいのですが、兄さんは楠葉さんに告白して、楠葉さんは兄さんに何も言わず転校してしまったのですよね。ですが兄さんと楠葉さんは仲が良さそうに見えます。誤解ですか？別れの挨拶、もしかして転校の話を。
恥ずかしくなったから逃げてしまったということなんですね。友達として？ですが、引っ越しの件があったから楠葉さんは兄さんの告白を断ったのかもしれませんよ。無粋なことを言いました。兄さんには好きな人がいらっしゃるのに。そうですね、妹もずっと気になってましたから、二人が和解できたようでよかったです。ゆりなさんとのことも頑張ってくださいね。出かけない？大したことじゃないから、ちょっと運んでもらったお礼っていうか、飲み物でも飲みながら少し話せたらと。じゃあ荷物
部屋に置いてくるね。エントランスで待ち合わせしよう。お待たせ。どこ行こうか。私まだあんまり詳しくなくて。行ってみたいとか。私、海が見たいかも。島に来てからまだちゃんと見れてなくて。景観もいいし。わかる。コンセントがないのはまだ慣れないけど。数年後本土に帰る頃には向こうにもエアーラン導入されてるといいな。もうちょっと先か。便利なのにな。ねえ、ちょっと聞いてもいい？前にさ、エミーが誰かに私が似てるって言ってたよね。柳原も私によく似た妹とか親戚はいないかって言ってた。なんだっけ、寝たきりとか？ねえ、あれってどういうこと？ごめん、別にすごく気になるとかじゃなくて。エミーと柳原だけの知り合いなの？どういう関係なんだろうと思って、ちょっと不思議だなと。やっぱりいい。ごめん。
り？幽霊。その子、どうなっちゃったの？消えちゃったの？そうだったんだ。それでエミ、私に会ってあんなに喜んでたんだね。柳原は大丈夫？そんなの柳原のせいじゃないよ。柳原のせいじゃない。柳原のせいじゃないよ。その子は絶対柳原に感謝してるはずだよ。柳原がいなかったら自分がどうなってたかわからないんだから。誰にも見つけてもらえなくてずっと辛かったかもしれない。もしかしたら誰にも会えないまま消えちゃってたかもしれない。
その子にとって絶対柳原が希望だったんだよ。柳原がいてくれたから自分は救われたんだって、不安を感じずに楽しんでいられたんだって、絶対絶対絶対思ってるはずだよ。柳原は頑張ったよ。できることちゃんとしたよ。その子、柳原にこんなに思われて本当に幸せだよ。その女の子だって感謝してる。まず話じゃなくて、みんな見てるんでしょ？だから信じる。でも柳原しか見てなくても私は信じたと思うよ。柳原の言ってること嘘だなんて思えないもん。話してくれてありがとう。それにしても柳原本当に優しいね。いや私は全然。そろそろ帰ろう。明日の予習もしておきたいし。大好き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 。柳原。
何驚いてるの？話しかけちゃダメだった？ん？ねえ、空いた分見た？姫香先輩から連絡来てたよ。明日から編集作業も始めるって。私、やったことないから楽しみ。そうなんだ。機材壊しそうで不安って言ってたけど、私もちょっと不安だな。高級な機材なんでしょ？そうなんだ。そうかな。そうだといいんだけど。じゃあ放課後ね。カメラで撮ったシーンがあるので、これをつなぎ合わせていくんです。まずは編集画面を開いて、このボタンを押してファイルを開いて、これをこうして、ふむふむ、ですか？なんとなく分かってきました。うん、私も。試しにちょっと編集してみてもいい？ええ、何かあれば聞いてくださいね。今
妹もこちらのシーンを作ってみます。はい、お願いします。よし、私たちも始めようか。UFO とか映ってないかな。学生の自主制作映画の撮影中に謎の影が出現とかありそうだよね。よし、頑張ろう。美咲、どうした？何でもありません。すみません。美咲さん、できました？うん、できたからちょっと見てくれる？はい、確認しますね。美咲さんがそんなにはしゃいでいるの初めて見ましたわ。恥ずかしい、忘れて。なんかちょっとなんだけど、撮影したの見たら嬉しくて。美咲ちゃん、可愛かったよ。からかわないでください。エミ、完成品は転送しておくから。私、次のシーン見てる。美咲ちゃんが元気に笑うとやっぱり凛ちゃんに似てるね。大地くん、美咲ちゃんって本当に凛ちゃんと関係ないのかな？でも、なんて言うのかな、美咲ちゃんすんなり馴染んだっていうか、なんか私も凛ちゃんといるみたいに思えてくる時があって。違うんだけど似てるっていうか、なんて言うのかな。でも大地くんは違うのか。私の気のせいなのかな。大地、お疲れ様。夜分にすまないな。
咲ちゃんのことを話したくて。私も一緒ですまないな。気を利かせて二人きりにしようと思ったんだが、無理やり連れてこられてしまった。私ね、ちょっと考えてみたんだけど、美咲ちゃんはやっぱり凛ちゃんなんじゃないかな。一度明るく笑っただけだからな。クールなやつだと思ってたが、なかなか可愛いところもあるじゃないか。ね、可愛いよね。だがそれだけじゃ何とも言えないな。私ね、美咲ちゃんは凛ちゃんの時の記憶を失ってるんじゃないかと思うの。ユリノにしては面白いことを言う。確かに絶対ないとは言えないな。ただその場合、塔に届いた手紙は偽物ということになってしまうが。そっちは多重人格？美咲ちゃんの中に凛ちゃんの人格もいるの。それ次の映画の題材に良さそうだな。メモしておこう。もしくは凛ちゃんの記憶も美咲ちゃんの頭のどこかにあるけど封印されてるみたいな。いっぱい凛ちゃんのことを話したら美咲ちゃん何か思い出すかも。どうなんだろう。突然幽霊の話をしてもな、美咲も混乱するだろう。そうなの？どうだった？じゃあやっぱりみんなで凛ちゃんの思い出話を。いや、みんなで凛坊のことを話したら美咲だって気にするだろう。自分が知らないことをみんなが知っている。大げさだが自分の居場所がないように感じるかもしれない。あ、そっか、そうだよね。そうだな、太一にお願いした方がいいと思う。そっか、そうだね。太一くん、お願いね。何か分かったら教えてね。面倒なことを頼んですまないな。無理はしなくていいからな。
は違う、ダメじゃないけど、私人違いじゃない？エミーも一緒とか、みんなで行くの？行ってもいいの？迷惑だったり。じゃあ行く。私も楽しみにしてる。じゃあ。エミーも一緒とか、みんなで行くの？じゃあ行く。